もうあれなんですね、トーナメントになったんですか、今日から、うん、えっ、7対2、すごい、めちゃくちゃ勝ってる、おー、すごい、そう、あの3点入った時、まだ0対0の時になんかホームラン打って一気に3点入ったのかな、とこを見てたのかな、うん、強いね、めちゃくちゃ強いね、そう、うん、かっこいい日本、うん、そうで見ててさ、うわすごいと、うん、うん、野球のギフトありがとう、サッカーも楽しいけど野球もめちゃくちゃ楽しいっていうのが分かりました、じゃああれか、選手の方はずっと日本にいるってことか、あでもなんかアメリカで試合あるんでしたっけ、そんなことない、うん、そうなんですか、そう、あやっぱり日本今日で最後、あそうなんだ、次アメリカマイアミ、これ勝ったらアメリカ、勝ったらアメリカってめちゃくちゃかっこいいねそうなんだ、そっか、じゃあ次はいつなのかな、今日勝ったら次はいつ試合なんですか、もうあ結構開くのかな、でもさすがにアメリカだからどうなんだろう、うん、日本とアメリカと台湾だよ、あ結構私日本だけかと思ったらそんなことないんだね、うん、勝つ前提で旅行の準備して球場来た、そのまま行くんだ、すごい、お来週、え21日、うわ今日が16だから結構すぐだね、結構すぐだね、うん、結構すぐだ、21か祝日の日か、うん、うわー15時間もかかるな飛行機、はあ、めっちゃかかるってか移動も大変だよね、そっか時差もね、うん、そうなんだ、確かにサッカーに比べたらめちゃめちゃキツキツっていうかハードだよね、うん、日本時間の午前8時か、そっか、うん、おダルビッシュ選手が登板、実況が流れてくる、うん、見てて楽しい、すごい、うん、今日のメイク感じありがとう、そう最近はねちょっとメイクをまた変えたんですよ、ちょっと唇をね、唇のメイクを変えたんです、唇のメイクっていうかなんかぷっくり唇ぷっくりメイクにハマってて、今唇いつもよりぷっくりしてますよね、うん、なんかねリップペンシルっていうなんか鉛筆みたいなやつを買ったの、リップペンシル、
それでちゃんとこう縁を描いてからリップ塗ってる。そしたら結構ぷっくりになった。だから YouTube を見てね勉強しました。どうリップを塗れば唇がぷっくりになるのか。そう、清楚な感じ、ありがとう。そう、私よくメンバーとか、あとお仕事でご一緒したそう方のなんかメイク直しとか見ちゃうんですよ。何使ってんだろうってめっちゃ変態みたいなんですけど見ちゃうんですよ。何使ってるんだろうって。そうで、それを使ったり、あとは YouTube 見て取り入れたりとか。メイクはね本当にもう楽しい。でもどん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 コスメが欲しくなるの。でもコスメって意外と高いからさ、いっぱい買えない、そんな買えないから、そう我慢してる。我慢してるっていうか、なんかちゃんと今あるコスメでこうなんかちょっと使ってる。そうでもコスメもほんとピンキリでさ、高いのだってめっちゃ高いんだよ。買えない買えないって。うん、そう、あ、桜の花びらたちが降ってきた、ありがとう。お花見だ。そう、なんか私が最近YouTube 見て、あ、これ欲しいって思ったコスメがあったんですよ。でそれ調べたら、えもう1万5000円とか、高っ、買えないよってそう、もうしかもさ、なんか前会ったことなんだけど1万円くらいするこれパウダーがあるのね、固まってるパウダーそうがあって、もう1万円って高いから大切に大切に使ってたの。でもそしたらある日床に落としちゃって、その1万円のコスメを。そうでもうバッキバキに割れちゃったので、終わった、1万円割っちゃったと思って、そうもう超ショックだったことがあってから、もう怖いんですよそういうことがあるから、うん、切なすぎるよね。コスメってすぐ割れちゃうんですよ、落とすと、うん、そう、もうね使えないくらい割れちゃって、そう軽症ならまだ使えるんですけど、もう重症で使えなくて、だからパウダーはもうそれがあってから安い、安いっていうか、まあちょっと、うん、安めのやつを使うようにしてる、うん、そうなんですよ。でもそのパウダー使ってたやつはもう終わりかけだったの、だからまあいいかなって思って手放しました。まあこれいい、これを機に新しいのに変えるいい機会なのかなってポジティブに思うようにして、うん、そう、まあいいかって思って、そうなんですよ。あ、そうなんです、23日来週のフェス声出しが OK みたいで、来てくださる方声出し OK です。やったー、これは喜んでいいよね、やったー、声出しが OK っていう、うん、そうお知らせがツイッターに出てて、そうだからもう全力コールよろしくお願いします。もう嬉しい、聞けるぞみんなのコールが、全力ナナミンコールをよろしくお願いします。楽しむ、ありがとう。もうみんなも声枯らしてください23日で、
よかった。ななみーんっていっぱい聞かせてください。うん、よかったです。声を枯らして25日のオンラインで声ガラッガラな皆さんでいてください。来てくださる方、うん、いや嬉しいですよ、もう本当に、うん、待ちに待った声出しで、そう長野のイベントの時にコール久しぶりに聞けたんですけど、あーこれまた聞きたいなって思ったので、ななみんでお願いしますね。ハートありがとうね。どんどんこれから声出しの、うん、現場とか増えたら嬉しいね。私ももう全力で歌うので、皆さんも全力で叫んでください。ななみんでお願いします。ななみんで。ねえ、劇場も解禁が楽しみ、うん、ねえ公演もね、わかる。めっちゃ楽しみです。あ、桜餅春ギフトですね。もう春が来るね。今日はニュースでなんか県内の、新潟県内の高校受験の合格発表があったみたいで、そう、あの合格発表の様子がね、毎年あるけど今年もニュースでやってて、うん、感動しちゃうよね。そうね、嬉しさもあれば悲しさもある、あの合格発表、うん、懐かしい。すごい、ギフトありがとう。懐かしいね、合格発表。そうで、その様子を見てね、涙する人のなんかインタビューとか、インタビューでそう泣いちゃってる人とか、うん、嬉しくてね。そう、いや、あ、でもそれと同時に、あ、この子たちはこれから高校生なのかって思うと、わっかって、うん、なんか、え、じゃあリリカとかはこの方たちより若いんだって思うと、ふわー恐ろしいって思っちゃった、うん、そう青春だよね、うん。ああ、そっか、ルアちゃん、あれ、え、今年高校生、ルアちゃん、もう4月で、え、そうなんだ、わあすごいじゃん、入学祝いじゃん。入学祝い、うん、何かしようかな、何がいいかな。入学祝いで、うん、
な、何がスタバとかかな。スタバのギフトとかでいいのかな。スタバ飲むかな。ルアちゃん、分かんないな、何がいいんだろうね。お祝いしたいよね。スタバ嬉しいよねきっと。私も最近あれ飲んで、久しぶりにもうずっとね、最近ずっとスタバ飲んでなくて、で最近あれ飲みました、桜のやつ、桜抹茶フラペチーノみたいな。フラペチーノもうめっちゃ久しぶりに飲んで、そう美味しかった。桜抹茶、やっぱ春はね桜系の食べ物とか飲み物いっぱい出るじゃないですか。だから一回は飲んでおこうって思って、桜フラペチーノ飲んだ、うん、美味しかった。フラペチーノはねあんまり飲まないんですよ私、うん、スタバあげよう。春服欲しくなってますねえ、わかる。なんか今の時期ってさ難しいよね、服一番難しくない？寒いし、寒いけどあったかいみたいな。何着たらいいんだろうって。そう、服装に迷う時期でございます今は、うん、まだ全然コート必要じゃん寒いから。そう、そうそうそう、すごいなんかさショールームでコメント来るじゃん、ちょくちょくめっちゃ野球の実況が入るのよ。そうめっちゃ面白いんだけど。みんな続けて、野球の実況。ホームラン打った方がいらっしゃったんですね今。すごい、また点差広げたんだ、8対2。いやわかるよ、私もさっきまで野球見てたけどめっちゃ面白い、実況する気持ちわかる。いいよいいよ、どんどん実況して、うん、私も知りたいからね。そうそうそう、見てなくてもわかるのよみんなの実況で。いいね、うん、やっぱりチケット取るのってめっちゃ難しいんですか、うん、今日も東京ドームなのかな、ずっと東京ドームですか、うん、そうだよね、めったにない機会すぎるよね。ああ取れないんだ、やっぱ席によって変わるの値段って。今日漏れてます、わかる、今日漏れた。今日漏れたね、そうだよね、あんなにさ東京ドーム広いのにチケット取るの大変ってさ、もうそれだけすごいってことだよね。うん、ハートありがとう。うん、かなり高いらしい。そうなんだ、やっぱり。さすがに行った方はいないか、 WBC 18万くらいの席がある。なんかさ前かな、ちょっと前に格闘技もさ、なんか試合みたいなのやってた時もさ、すごい高い席があるみたいな、で格闘技もすごいチケット取れないって言うじゃない、
ぱさ日本すごいんだね。そうスポーツとか熱いね。嬉しいわ、うん、そうなんか YouTuber の方がさなんか格闘技見に行ってさすっごいめちゃくちゃ高い席になんかそう300万のチケットの席にで見るみたいなの見てさ300万の席があるってびっくりした、うん、どうなんですか、うんね、すごい迫力なんだろうけど。ハートありがとうございます。でもわかる、一度はもうめちゃくちゃいい席で見たい、うん、ねあのアルビのね砂かぶりシートみたいな、うん、すごいね300万かすごいわ、うん、ああ劇場一人で貸し切り劇場って貸し切れるのかな、うん、お、綺麗、ありがとう、一度は海外でサッカー見たい、めっちゃわかる。それさ話してた家族とちょうど昨日くらい、そう一度は行ってみたいよねって、うん、海外のサッカーね、そう一度は海外でサッカー見たいよねっていう、独り占め席300万高いよ。ナルミの生誕祭くらいそんなに思ってくれてるんですか。100万の席より劇場の最善ナルミみたい。いやーね最善ってすごいよね、私も思う、うん、私さ海外でなんか日本の試合見てみたい、代表のそうワールドカップとか、うん、もちろん海外のチームと海外のチームの同士の試合とかも見たいけど、海外の地で日本のサッカーを見るっていうのがやってみたいかも、うん、ワールドカップね見てみたい、うん、やっぱワールドカップがいいな。ワールドカップの中継でナナミン映ってるの見てみたい、映ったらすごくない、全国デビューみたいな、うん、憧れだわ。でも、うん、そうなの、10月にさそう今エチゴンが言ってくれたんですけど、そうなんですよ、10月に来るんですよ新潟に。日本代表がすごくない？行きたすぎる。もう行きたい行きたい。何としてでも行きたい。どうやってチケット取るの？行きたいんだけど本当に。だってさ、待って誰が来るの？新潟に。代表は誰が出るんだろう、うん、ちょっとチケットの争奪戦に参加しようかな、
え、三笘選手とかさ、久保選手とかさ来るの堂安選手とか、うん、来るのかな。激激やばいよ。うわ、すごすぎる。何の試合なんですか10月のやつは。なんだろう、親善試合みたいな感じなのかな。ねえ、なんかアルビの選手も入ってたらもう激アツですよね10月。あ、キリンチャレンジカップなのかな。私が言ったやつだ。キリンチャレンジカップ国際親善試合、そうだよ、一回新潟に来た時行ったわそれ、うん、代表見に。なんで星になっちゃうんだろう。キリンチャレンジカップね、うん、え、どこだっけな、どこと来た、え、もうめっちゃ前ですよ、多分10年くらい前です。私がだって、え、小学生くらいじゃないかな確か、小中学生どっちか、超ちっちゃい時だった気がする。新潟にさ、なんだっけ相手、オーストラリアだっけ、全然違ったらどうしよう、うん、あ、ありがとう、うん、ギフト。あのさ、前にさ来た時、うん、お、1点追加すごい。あ、ジャマイカ、え、ジャマイカだったか、それ言ったんですよ、うん、あ、2018年もやったのに、それは言ってない。ジャマイカか、え、私がもうすっごいちっちゃかったと思う。どうだろう、あ、2014年かも、あー、10月だったかも、すごいそれかもしれない、うん。あとね、仙台にも行ったことあるんだ。そう、うわ、懐かしいな、うん、スポーツっていいよね、うん、え、じゃあジャマイカだったかな、そっか、え、その前とかになるともうめっちゃ前なのかな、うん、あ、14歳だったか、あれ、なんかもっとちっちゃい記憶がありました、うん、当日雨で寒かった、ねえ、よく覚えてるね、すごいよ、雨だったか、でも確かに寒かった、うん、新潟でワールドカップあった時は高校休み、いや、そうだよね、いや、懐かしい、あ、間違えた、初見です、ありがとうございます、初見さん、あ、リトルトゥースってことはあれかな、ラジオのやつ、あのあれだよね、オードリーさんのやつかな、なんかさ、めっちゃよく覚えてるのが、小学校の時、私が小学生の時に、あのあれよ、フィギュアスケートで、そう、フィギュアスケートがもうめっちゃ盛り上がってた時、浅田真央さんとかが、そう、優勝争いみたいな時に、あの
確か学校のもう超お昼の時間、授業中かなとかにその試合が行われるってなって、もう授業をもうストップ中断して、みんなでテレビつけて、あのフィギュアスケートの何番組チャンネルにしてみんなで見てたの超懐かしい。すごい、あ、なんか小学生の私にとってそんなさ授業中にさテレビつけてみるとか特別だから、そう記憶にすごい残ってます、うん、そうなのよ、それが嬉しくてさ、懐かしい、いい先生、優しい先生でした、懐かしいわ、うん、なんかそういう特別なことって記憶にずっと残ってません？うん、そうそうそう、あとあの小学生の頃なんか毎週水曜日かな、毎週ねその同じ日に道徳の時間があって、そうで道徳の時間は決まって、なんかちょうどその時間にやる番組があったの、なんかなんて言うんだろうな、そうだからそれを毎週見てたりとか、うん、なんて番組だったか全然覚えてないんだけど、なんかね決め台詞があったのよ、これ覚えてる人いたらすごいな、迷ってるみたいな、絶対わかんないよね、わかる、いるわけない、なんか迷ってるみたいな感じだった気がする、あーこれわかる人がいたらすごい、なんか歌もあるの、迷ってる迷ってる迷ってる、どちらが正しいか迷ってる迷ってる誰か思い出して、この番組がわかる人、え、聞いたことある、あ、それマヨマヨ、すごい、それ見てた、なんでわかるの、時々マヨマヨだ、すっきりした、それを見てたの必ず、なぜか、でもなんかよく分からなくて、当時はなんでこれを見てるんだろうって、そう片桐愛理さんの番組、すっごっ、なんで分かるのそうなんか当時は小学生の時の私からしたらこれ何の番組なんだろうって思いながら見てたんですよ、でも今となっては今でもまだ記憶に残ってるから、あ、面白かったんだって思って、今聞く迷ってるっていうの、片桐愛理さんが、うん、うわ後で調べよう、超懐かしい、うん、やっぱやってたよね、朝午前中くらいにで決まって見てたの、この番組を、あれ小学3、4年生向けだって、ちょうどその頃だ、私低学年くらいだったから、うん、低学年の頃見てた、中学年の頃かな、わかんないけど1から4年生の間で見てた、そう、 うわ懐かしい、最高、迷ってる迷ってるって、あ、ガンコちゃんとか見てた、ガンガンドスン、ガンコちゃん、ガンガンドスン、ガンコちゃん、ガンガンドスン、ガンコちゃん、ドリリンダドダン、ドルドルドルドンドルン、ガンコちゃん、ダンダンダダン、ガンコちゃん、チャララン、ダダン、ガンガンドス、ガンコちゃん、ガンガンドス、ガンコちゃん、あり、ょー、ガンコちゃんも見てた、あ、ズリリンリリン、やめて文字にするの、おもろいから、ズリリンリリン、ガンコちゃん、ズリリンリリン、ガンコちゃん、ズリリン、ガンコちゃん、ほら通る、ズリリンリリン、ガンコちゃんも見てた、
あとは学校に行くとき、あ、家出る前に、シャキーン見てた。シャキーンと花かっぱ見て学校行ってた。私天才テレビくんは通ったことないんですよ、天テレの道は。そうだからあんま見たことなくて。はじめまして、ありがとうございます。初見さん、懐かしの話をしてます今。うん、そう、なんか花かっぱ見るとあーもう学校だやだって思ってた、行きたくないって。ポンキッキーズって何？私わかんないわかんない。うわ、ビットくんって聞いたことある。そう、テンテレは見てたけどあんまり記憶にない。そうわかんない、何それモンチッチ、何それ何それわかんない。え、何ポンキッキってハッチポッチして全然わかんないんだけど。ねえ、全然わかんないよ。うん、あれも見てたよ、なんかカタツムリの更新みたいな番組みたいな、カタツムリ。うん、ポンキッキーって何。うわ、夕方クインテット見てたわ。夕方クインテット、夕方クインテット、クインテット。あ、英語リアンわかる。あ、撃たれちゃったの。球体さん、泳げたい、たい焼き、うん、わかる。あ、おでんくんもわかる。ガングロ卵ちゃんでしょ、うん、あとさ、なんか夕方くらいにやってた番組なんだけどさ、多分ルールル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 ルまるまたまる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 みたいな番組、なんか音楽めっちゃ頭に残ってて怖かった、うん、あ、ピタゴラスイッチ、おじいちゃんもか、うん、そう、あ、私さすがにバケルの小学校わかるよ。なんだっけそれ、聞いたことあるよ。うん、めっちゃ面白いんだけどこの話、うん、なんかルルルの歌みたいなやつ。ピタゴラスイッチ今もやってるの？そうなの？いやドラえもん見てたわ、うん、あ、明日お誕生日なんです、おめでとう。明日お誕生日だって、おめでとうございます。かわいいアイコン、スイカインリス、リスインスイカ、おめでとうございます。ハッピーバースデー、よかった、お祝いできて。あ、できるかな、わかる、うん、懐かしすぎる。で、そう思うとさ、なんかやっぱこう昔見てた番組、テレビ番組とかってもう今はやってなかったりするじゃん。そう、そうするとそう思うと
なんかちっちゃい頃からずっとやってる番組って本当にすごいよね。例えば新潟一番とかさ、ずっとだもん。なんかもう私とかはもうなんか当たり前のように、あ、もうなんかこの番組がある、その毎日はもう当たり前だなって思っちゃうけど、すごいことなんだなって思う。番組が、一つの番組がずっと続くってすごいことなんだなって思う。団子三兄弟ディリ県民性出てるでしょ。そうよ、新潟一番はねずっとだもんね。笑点、あ、見る見る、私も見るよ、うん、いやそうなの。なんか今こうやってさ、まあさっき今テニーさんの話出したけど、テニーさんでラーメン部の番組をもうね1年以上やらせていただいてるんですけど、うん、そう、なんか番組が長く続くって本当にそういうことだなってそう思っちゃうな、うん、あ、そうですね、そんな今日はラーメン部の放送日ちょうどカホとあとリリノとユーナ3人ですね、うん、ねラーメン部ねこれからも続きますようにで頑張んないと私も、うん、思います。こうやってねずっと今も続けてこれてることってなんか本当幸せなんだなって思う、うん、まだまだあの皆さんからのラーメン部の番組はね、お便りお待ちしてます。ラーメン屋さん、ラーメン屋さん情報公式サイトからどんどん送ってください、うん、嬉しい。毎週の楽しみって言ってくれてて嬉しい。それは、うん、お便りぜひいっぱい出してください。そういつもテニーのスタッフの皆さん喜んでます。まだまだいっぱい来てるんですよって、あ、みんなのおかげだって、うん、そうなんですよ。寄り道もねいつも楽しいし、なんかね本当に、あ、え、上越方面行きたいんだよ。むしろちょうどね行きたいなって話してた。あんまりその上越方面一回私行ったことあるんですけど、あの上越の、そうそう、いや上越方面まあ結構行ったことあるんだけど、まだまだ行ってみたいなって思うから、そう、なんかもう市内だけでもさいっぱいあるのにラーメンって楽しいって思う。そうそうそう、まだ数回しか行けてなくてね、寄り道毎回楽しいよね。楽しいのよ。お便り送っていっぱい豚汁ラーメン食べて、わかるわかるわかる、そうそうなの。魚沼とかも行きたいんだよね。そう、魚沼、南魚沼らへん、十日町とか行きたいの私。そこ、そっちらへんはね、そっち方面は全然来てなくて、うん、皆さん送ってください。ぜひ、まだまだ美味しいラーメンいっぱいあるんだろうなと思うと、そう、もうワクワク、うん、広いよね、本当に広いのよ。そうそうだね、長岡、あ、長岡、三条、燕とかは最近多かったかもね、確かに、うん、いや新潟県制覇したいのでまたツイッターでも呼びかけようかな、お便りとか、うん、ね、佐渡にも行きたい行きたい行きたい。嬉しいね、こんな楽しい、なんかラーメンってさ私も大好きだしみんなも大好きだから、そう、同じなんか共通してこう
話せるからさ嬉しいよね。うん、皆さんの一押しラーメン教えてくださいね。じゃあ今日はこの辺で配信終わろうかな。今日もありがとうございました。楽しかった。また配信しますね。ありがとうみんな。お仕事をね、お仕事中の方も抜けてきてくださる方もお仕事終わりの方ももう本当に嬉しいです。いつも見てくれてありがとう。また配信します。また来てね。それではおやすみなさい。明日も頑張ります。明日も頑張りましょう。野球を見ます。おやすみだねー。